皆さんこんにちは。今日はゆり先生と一緒に袋を使ってトレーニングをしたいと思います。袋は何でも大丈夫です。コンビニの袋でも、まあ、あんまりゴミ袋みたいな大きすぎるとちょっとできないかもしれないので、まあ、中ぐらいの袋を使ってやってみてください。これやるときに周りに物がないかしっかり確認して、安全な広いところでやってみてください。1つ目は簡単です。投げてキャッチ、投げてキャッチ、投げてキャッチ、まあ、優しく投げてください。次、2つ目は袋ポンポン、タッチしてこうやるだけです。ゆっくりポン、優しくポンをやってみてください。ポンポン。3つ目です。袋を投げて足でポンポンです。できる子はね、こう連続でやってみてください。4つ目は投げて背中でキャッチ。これ袋ね、投げた後よく袋を見てどこに落ちるかなって想像しながら背中でキャッチしてみてください。5つ目は投げて膝で挟む。膝をね、思いっきりグーグーってやるとここが痛くなっちゃうので、まあ、これも優しく、うん、やってください。優しく膝で、はい、あ、できないな。膝で、よし、できました。以上です。袋どこでも多分あると思うので、誰でもできると思うので、ぜひお家でやってみてください。ありがとうございました。